母と暮らせばは2015年12月12日に公開された日本映画。主演は吉永さゆりと二宮和也。監督は山田洋二。松竹創立120周年記念作品。第89回アカデミー賞、外国語映画賞部門日本代表作品。山田洋二の監修で小松座により、戦後、命の三部作の最後の一作として舞台化され、 2018年10月に初演。井上久志が晩年に構想していた、広島、長崎、沖縄をテーマにした、戦後命の三部作の一首を山田が引き継ぎ、長崎をテーマに制作された。広島が舞台である井上の儀曲、父と暮らせばとタイになる形となっている。山田洋次監督の84本目の映画である。主人公、孝二が通っていた大学とされる、 長崎医科大学1945年8月9日午前11時2分、主人公の長崎医科大学に通う福原康二は、長崎の原爆で跡形もなく被爆死した。それから3年後、助産婦を営む康二の母、紳士もようやく息子の死を受け入れようとしていた。康二の墓参りから帰った紳士が、夕食時に息子の写真に語りかけていると、 原爆で被爆死したはずの彼が亡霊となって現れる。紳士は驚きながらも、工事との再会を喜び、その日から息子の子供の頃の話、生前の将来の夢や死んだ、工事の兄の思い出などを語り合う。工事の生前の恋人、町子は今でも彼を思い続け紳士との交流を続けていたが、彼もまた彼女に未練が残っていた。 紳士はそれぞれとの会話で康二とマチコのお互いの思いを知るが、若い彼女が死んだ息子をもって、残りの人生を過ごすのを不憫に思い始める。紳士はマチコのことを思って、他の男性との恋を考える、よう助言するが、マチコはその申し出を拒む。一方同じく紳士からマチコを諦めるよう、説得された康二は、数日間悩んだ末彼女から身を引く決心をする。 工事は助産師をする紳士の体を心配するが彼女は大丈夫と言った後、生前息子が憲兵にスパイ容疑をかけられたことや高校時代の文化祭のことなどを懐かしそうに聞く。ある日の会話で紳士は町子に気になる男性が現れたことに気づくが、かたくなに結婚を拒む彼女にその理由を尋ねる。 マチコは3年前の原爆で親友を亡くして、自分だけ助かったことに負い目を感じていたことを打ち明ける。マチコを慰めた紳士は、きっとコージも、あなたの幸せを望んでいるはずと説得するが、彼女は戸惑ってそのまま帰ってしまう。その日からマチコは、紳士の前に姿を見せなくなるが、同じ頃から、紳士は生活の疲れが出て徐々に体に影響が、始める。 年の瀬が迫る頃一人の男性を連れた町子が、久しぶりに、紳士の家に訪れ、彼と婚約したことを告げる。申し訳なさそうに謝る町子に、紳士は、これでよかったのよと抱きしめ、婚約者との幸せを願いを送り出す。その夜紳士は工事に町子の婚約のことを伝えた。後床に着くが、数日前から体調が悪かった彼女はそのまま息を引き取ってしまう。 工事と同じクレイとなった紳士は、自らの葬儀が行われている教会へ行き、参列した、町子の幸せを祈った後二人で天国へと旅立つ。2015年4月26日にクランクインし、同年7月10日11日の長崎ロケをもって、クランクアップ。制作から完成までの様子は、ドキュメンタリー番組、BS1 スペシャル戦争を継ぐ、山田洋二。 84歳の挑戦で放送された。なお、小さいお家まで、山田洋次監督作における冒頭の松竹ロゴは、富士山の風景画をバックに、松竹映画の文字とロゴが描かれたものだったが、本作からは、本物の富士山の映像をバックに、松竹の文字とロゴが描かれたものに変更された。父と暮らせば、木の上の軍隊に続く小松座。 戦後、命の三部作の最後の一作として、井上久史による原案をもとに、畑、沢聖吾が脚本を手掛け二人芝居として舞台化。小松座、第124回公演として2018年10月5日に、東京、木の国屋ホールにて、栗山富也の演出、富田康子と松下洸平の出演で上演された。映画版で監督、 脚本を担当した山田洋次が本作では監修を務めた。東京のほか、茨城、岩手、滋賀、千葉、愛知、埼玉、兵庫で上演。ありがとうございます。